はい、がーい、ザイジーン、どうも、ヨジンです。本日もよろしくお願いします。はい、ということで、えー、本日はですね、えー、こちら。アンダーウェイですね、また。じゃんと。<laughs> めちゃくちゃ派手なんですけど、えー、オムのビキニですね。はい。あのー、フリムアプリで買ったやつなんで、もう、これだけの状態で届きました。パッケージとかなくて。えーっとね、ヘビ柄ですね。スネーク。プリント。はい。 ヘビ柄のビキニでですねでねちょっとね生地はあのー、光沢感のあるちょっとだけね、光沢感のなるような。ちょっとカメラじゃ伝わらへんかな、うん。ちょっとだけ光沢感が肉眼で見るとね、あるような生地になってます。はい。なんかね、最近結構ね、このヘビ柄が <laughs> 割と好きで買ったりするんですよね。あのー、エッジさんとかがね、あのー、なんやろ。 ちょっとカラフルなピンクと、えー、ブルーのヘビ柄みたいなね、ビキに出したりとかされてたと思うんですけど。まあ、こっちはね、本当にナチュラルな普通のヘビっぽい感じの色してますね。はい。で、あの、昔ながらのオムの形というか、ちょっとハイレグ気味のね、はい、カッティングになってて、このカッティングがね、すごく、あの、好きなんですよね。最近ね、こういう形じゃなくて、ちょっと形変わっちゃったんで、まあそっちもね、いいんですけど、やっぱこの昔ながらのね、ハイレグな感じが、 めちゃくちゃいいなと思って。こう、やっぱね、今新しくは販売されてないので、あの、フリマアプリとかね、ヤフオクとかそういうので見かけたら、あの、値段がね、お手頃だったらもう即買ったり <laughs> してますね。はい。じゃあこれ早速履いてみましょうか。はい。じゃあ履きまーす。せーの。はい。こんな感じですね。 こちらはこうなっております、はい、いや、なんかね、ヒップの形もやっぱ綺麗ですね。綺麗に出てくれるカッティングですね。であと、<laughs> 柄がね、綺麗にこう真ん中に入ってるんで。いや、これいいですね。うん。前も、こう、ちゃんとね、ほぼ左右対称というか、綺麗に柄が入ってるんで。うん。めちゃくちゃいいっすね。いや、履いてみると、改めていいっすね。うん。 いや、なかなか。これはね、でもまあ、どこで履くんかっていう。<laughs> 発展場とかで履いてっても、ちょっと、すごいなってなりそうですけど。うん、いや、でもめちゃくちゃ可愛いですね。いや、なんかこれ、普段履きにしたいっすね。こう、やっぱね、派手な柄のパンツ履くと、気分も上がるじゃないですか。<laughs> うん。いや、めちゃくちゃいいですね。可愛い,い。いや、これいいな。なんかこのシリーズね、他にもちょっと欲しいですね。 まあまたちょっとね、主のビキニ見つけたら買ってみようかなと思います。はい。大満足で <laughs> ございます。はい。ということで本日はね、ヘ、え、ビ、ー、柄のビキニを紹介させていただきました。では、Thank you for w 枚ビデオ my video. 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye.